お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。また言っとんの、そんなこと。はい、また言っとんの、そんなこと。何のことですか。やめたい、やめたいって。またいや、お願いします。言ってません。あいじめとるみたいになってるやつが。いじめられてます。今日の動画をですね、まあ実はこのみどりちゃんはいろいろあって営業やったんだな、最初プランナー、はい、まあ現場営業見ないみたいなもんだな、はい、まあ、現場管理だよな。そうです。でそれで新卒で来て、大学卒業して来て、はい、何年やった。職人やるまでに2年やった。2年ぐらい、はい。まあこのみどりちゃんっていうのは、まあ、ちょっと補足者が違う、はい、まあ、俺はまあ視聴者の皆さんにちょっと言うのは、はい、まあ、彼女は2年、ね、新卒大学卒業してから2年そのまあ現場管理やって、はい、その後に職人だったかな、はい、職人に なりたくてなったっていうのは、辞めたいとか何とかとかぐずぐず言って、はい、まあ、俺じゃないな、その時なんかほとんど思い出したことないでしょ。ないです。まあその結局2年やって、はい、でいろいろ上司とかと相談する中で、じゃあ現場1回やってみようよって。そうです。現場行ったのかな、はい、で、まあ、職人やって、はい、あ、じゃあプラザに戻ると、はい、でその時また辞めてたの。いや、なんかそのちょうどいい機会だしと思って、またプラザ戻ってなんか辞めたいってなった時に、またなんかいろいろ迷惑かけるなと思って、うん、で、まあ、ちょうどだったらもう辞めようかなみたいな。まあ正直な気持ちね、はい、はいはいはい。でプランナーに戻ったと、はい、でそれからじゃあプランナーどんなにやってないか、もう数ヶ月に 2,3 ヶ月ぐらいですね。あ、でそこから 2,3 ヶ月で俺のとこ来た。ちょっと緑店でやって、うん、で俺のとこ来いって言われて。ああ、そういうことか。あ、その前にじゃあ職人辞めた時にプランナーに行く前に辞めるって言ったか。あ、そうです、そうです。結構ガッツリ辞めるって言ったよな、はい、それが2回目、はい、な、はい、2回目の大事件かな、うん、で今3ヶ月だって結局はまあ職人やって2年で職人半年やってプランナー戻って、はいはい、で3ヶ月目で俺のとこ来たわけだ。そうですね。で何ヶ月俺のとこ来て。2ヶ月目。2ヶ月、2、3ヶ月で何、ついに完全復活ってこと。はい、もうやめたいがゼロ今のところ。その2ヶ月やってるうちに、はい、あ、いや、もう、うん、頑張ろうって。いや、今は、うん、なんかとりあえず自分探しじゃないですけど、うん、なんか強みを自分で探していかないとなと思って、うん、ああ、そのさ、じゃあまあ YouTube 班来るときまあすごい反対したわけじゃん、はい、いいから来いって言ったよね。いいよ、もうすぐ来いって言って、はい、で嫌ですと。でまあね、元ボスのこともね、ボスのことも好きだし、はい、上司のことも好きだし、全然雰囲気もいいし、で俺は言ったんだよな、何言った。でそれでもやめたいって言ってるだろうお前って言って、だから一回変えてみろって言って俺を連れたんだな、はい、確か、はい、でまあいやいや来たんだよな最初はな、はい、で1回目ぐらいだな、私こんな向いてないです。向いてないね、あなた。ここだよね、ちょうど。そうです。私本当に向いてないです、こういうのって。言いましたよね、あなた。なんかそんな切れ気味じゃないですけど。私向いてないんですけど、本当に。マジで。超ムカつくんです。まあ、チョコレートケーキが食べたいです。で、その時に、もう俺も厳しいこと言ったよね。はい。で、その、実際どうなの今やって。残ってよかった。そうですね。それはなんで。いや、なんか多分あのまま辞めてたら、うん、ずっとフラフラしてたなと思って。あ、逆にもう逃げ癖みたいな。多分フラフラっていうのはまた違う会社行っても辞めちゃってたかなって、はい、なんか、はい、あ、ってことはなんかこの2ヶ月3ヶ月の中でなんか掴んだっていうか、やっぱガッて我慢してやったことが、はい、まあ、あの人なんか本当基本我慢の連続じゃん。そうですね。そうだな。だって俺、だってこいつが辞めたいって、職人からプランナーに変わる時にまた辞めたいって来て、はい、俺本当に言ったら、まあいいや、もうとりあえず、まあ、辞めるのは別にいいんだけど、ですよ、本当に別にお前が辞めたいって、このコロナの時点で俺辞めたいってラッキーやなって、はい、言い方悪いけどって、はい、だけど、俺はお前の話もすごい聞いてるし、一生懸命やってるっていうのも聞いてるし、お客さんからも評価も高いの知ってるから、はい、まあ、6ヶ月間やってみろって言ったの、はい、で、それも6ヶ月間死ぬほどやれてたんだよね。はい、毎日10時まで働けてたんだね、本当に言ったよ、俺。それぐらい死ぬ気でやれ。それぐらい死ぬ気でやって、なんか見つけてからもやめろって。どうせこんな時にやめてもしょうがないから。はい。本当に言ったよね、俺。はい。でもお前も真面目なもんで、あ、じゃあやってみますって言って、はい、やり始めたの。はい。で、本当に3ヶ月やって、まあまあいいかなと思って。そうですね。
でもこれ YouTube やりますし、CD やりたいですって言ってたやん。まあちょっと職人やりたい気持ちもありますけど。だけど俺はあの時に俺が騙された時に思ったけどね、はい、あもう完全復活しちゃうんだなって。もしお前の中に悩みやったら僕が止めんじゃん、はい、まあ、でもそういうこと、でもそういうことだよな。そうです、やっぱあれが取れるなってことは、まあ、なんかまあこういう企画面白いなと思って、はい、辞めたいと思った時何が理由だったの、うちの会社辞めてみとって、まあね、まあ、ちょうど1年目とか半年とかその時に辞めてきちゃうし、確かに、ね、はい、いや何ですかね、まあ、仕事内容も正直やっぱ大変だったというか、うん、現場管理プランナーが、はい、毎日お客さんと行って電話もかかってくるし、うん、テンポがつまらんとか楽しくないとか、いやテンポは本当に良くて、うん、なんかみんなで頑張ってこうじゃないですけど、うんうん、テンポは本当に、うん、より点は好きだったんですけど、うん、業務内容がちょっともう、うん、ずっとはきついかなと思って、あ、でもこれきついわって、はい、まあ、でも 何が楽しい今一緒にやってて、いや何ですかね、まあ、元気をもらってるじゃないですけども、うん、常にうわーうわーとか言ってバカです、そこそこってこっち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 、そうですね、案外、はい、お客様も絶対そのもうバチッとしようよ、はい、やっぱこうやって2ヶ月だって元気ね、大変かどうかしたらどう、今のも大変、前のも大変、前の方がなんか、うん、業務がやっぱ、うん、大変なんです、あ、ハード、はい、あ、俺とかもそんなハードない、あんまり厳しくしようって言うんだけど、かなり持ってるだけやんなカメラまで持ってお前へへーって社長ほんとバカだねって言ってるだけだよな、はい、だけど結構大変だろ、電話の処理とか全部スケジュール管理、俺のスケジュール管理の現場あるし、まあ、一定業務とかも定義で今日もまた夜の寝てもいつでもこいつって言われるし、はい、もう本当にもうマネージャーなのか言って、まあでも、まあ、俺もなんか想像しとったこと違うしね、だんだんやっぱキャラが出てきて明るくなってきて、はい、いいかもバカなことないじゃん、視聴者が思ってるやつと全然違うんだよね結構硬いけど、まあまあぶっ飛ぶよね、こいつも、そうですね、まあぶっ飛ぶよね、はい、大会系だよな、はい、結構オラオラいけるよな、オラオラいけるよな、はい、自分がまあオラオラまだ出さんかどう、まあ、女子らであれだけど、はい、結構なんか人妻っぽい声とか、なんかよく言われますね、めっちゃ手が綺麗とか書かれてるけど手だけはちょっと一緒に出して手が綺麗とか言われるけど、いや結構体育会系だよな、やっぱスポーツやってたし、そ、ね、真面目だけど、もちろんね、大学まで出てきちんとやってきてるもんで、本当にスポーツ選手だったんだろ、そうですね、大学でも大学はちょっとやってないですけど、うん、ここまではもう真面目に合宿出たら、はい、走りもそうだよな、はい、相手負けたけどな、走ってる自信満々ですでも、まあ、うん、まあうちの会社こうやってやっぱりね、辞めていく人も、まあ、もちろん本当にこの間 の、ね、足場の職人が辞めたっていうように今 YouTube できて、俺はもうどっちかっていうと、まあ、ウェルカムだし、でそれって本当に3ヶ月人が働いて辞めていく費用ってすごいんだわ、で今日も電話でなんかそんな打ち合わせとしたじゃん、まあ、人の館とかね、社長がやってるんだけど、うん、まあね、従業員抱えてやっていきたいけど、まあ、何か体力ないと従業員抱えたらハマるよって、ラジさんになっちゃった方が絶対安いよって、それ何って言って、その見て、うちがじゃあ10人、15人って今優秀な子たちが多い、まあ、営業で言っても10人、15人だよね、営業管理系でも、で職人も20人とかそんなもんぐらいかな、まあ、そういう子たちが、その子たちが入るまで、その成長していくまでに100人、200人って人が辞めてるから、はい、その費用ってすごいじゃん、人一人を育てる費用ってすごいじゃん、で一人辞めたって、まあ、25% だけど、もっと昔は高かったから90%の時もあったから、全然新卒なんかもう相当入ってるよ、あ、そうなんですか、そうだよね、だんだん会社の体制もそこで学んで、はい、もっとこういう風にやってあげるようにしようとかでアップデートをちょっとずつしようとか、うん、でプランナーに対してもやっぱやっていかなかったけど、もうちょっと俺も離れちゃってるんで、まあ、俺もやっていかなかったけど、まあ、電話運転でいいようにしようとか、はい、あの昼間はあの事務所で対応しようとか、いろんなことやったりして、まあ、制度もどんどん
まあ、なっとるよな。そうですね。ただ、まあ、中小企業なんでやれることやれることってあるけど、まあ、みんなでこう、良くしていこうっていうふうに、俺、会社あると思うんだろうな、俺。そうですね。なんか、いい会社だよな。ほんま、思います。お前の辞めたいって言った会社。いい会社です。いやこれ本当にやめたら後悔しとったら。はい、そんな感じです。はい、なかなか緑の顔は見えませんが。そうですね。うん、まあこれ本当にね、あの、まあ、つまんないと思って聞かずに、まあ、本当にね、次回当初の動画、まあ、できるだけためになることはやっぱ経営のこと。で俺も本当にゼロから始めて、一人のね職人現場から始めてこうやって来てやったから、こうやってやっぱ社員の気持ちってやっぱ聞くと分かるし、ただまあ全員に合わせる必要はないと思うしね。俺もで自分のできることしかやらないじゃん。はい。で俺はもう体育会系ではできるし、多分お前はうちの会社向いてるよって思ってたから、はい、あの子もそうだな、向いてるやめちゃうんだけど、はい、1個したんだけどね、はい、まあ、体育会系の方はこの子たちは向いてるんじゃない、うちの会社にって、もうこれは言うし、思わない人には、ああ、そっかそっかって言ってる人もいますよね、はい、それには何一切言ってないし、はい、多分向いてんやろ、うちの会社に、そういう時は言い訳じゃなくて、はい、あって、僕はうちの会社に参加挨拶とか、挨拶してる人とか、そこじゃない。まあそんな感じです。はい。間違い発車の一か今日は。まあ、あの外気塗装とお客様、業者と、まあ、求職者と建設会社、もうこれ全業種ね、はい、マッチングサイト、あ、マッチングサイト2つ今作ってますんで、今無料で使います。はい、本当に本当にもう本当にこういうのってすごいお金かかることだけど、俺は宣伝広告費っていうのがね、普通こういう世界で 40%50% 宣伝広告費がかかる世界だけど、マッチングサイトっていうのはこれがもう YouTube でお金もらいながらやれてるからですけど、もう本当にもうすごいお値打ちになれると思いますので、ぜひ登録、まだ無料で公開してますんで、まだ全然今まず無料で使えるんで、ぜひ登録の方よろしくお願いします。お願いします、はい、チャンネル登録、せーの、はい、チャンネル登録いいね、よろしくお願いします。またねー。